ユーマチックとは、家庭用として初めてカセットにテープが収められた有規格ビデオテープレコーダのソニーにおける商標。テープ幅 19mm のカセットテープを使用する。名称はそのローディングの形が U の字に似ていることから付けられたと言われる。オープンリールと違い掛け替えなどの煩わしさがないカセット方式は多くの人の注目を浴びる。1969年10月29日、ソニーがカラービデオプレイヤーとして試作機を発表。当時の規格は4分の3インチテープを用い、再生時間は最大で1時間30分であった。同社は社会と家庭生活に一大変化が、見たい映画や演劇及びテレビ番組を家庭のテレビ画面にカラーで再生できると煽り、この発表の模様を報じた読売新聞は、もうすぐやってくる映画、演劇の缶詰時代との見出しで大きく報じた。1970年3月、有規格がソニー、松下電器産業、日本ビクターの3社で規格化された。特に業務用の BV シリーズは、カセットテープ方式の容易さと即時性から報道現場に変化をもたらし、そのテープローディング技術はフィルムから、ビデオテープレコーダへ変遷していく流れの基礎となった。1971年10月10日、ソニーがユーマチックという商標で発売した。発売当時、芸能界でも多くの関係者がこのユーマチックを購入し、バッキンガム宮殿にも納入された。正確な用法ではないが、ソニー以外の他社の有規格 VTR もソニーの商標であるユーマチックを呼称に用いて、一般にユーマチック VTR と呼ばれる。正式名は3、4型 U タイプヘリカル VTR であるが、単にユーマチックあるいは業務用放送局の現場の俗称として4分3などと呼ばれ、汎用型として初めて広く世界的に普及したカセット型ヘリカル VTR となった。信号記録は輝度信号が FM 記録方式、色信号は定期変換直接方式で1975年に発売されたベータマックスの原型である。当初は民生用または一般業務用の VTR だったが比較的小型軽量で取り扱いが容易であったことと当時タイムベースコレクタが開発されヘリカル VTR の放送が利用可能になったことからアメリカの3大ネットワーク局である CBS が目をつけて、ソニーに携帯系を開発依頼し、ニュース電子取材システムの主力 VTR に採用して大成功を収めた。このため、1975年頃から世界的にニュース取材用として普及し、テレビ放送のフィルムニュースから取って代わる立役者となった。企画の詳細については、有規格を参照。ソニーではメディア変換サービスを行っている。周波数変調による記録方式。高い周波数域はそのまま記録すると出力が減衰して実行できないため、半走波を映像周波数で FM 変調して記録する。色信号を輝度信号よりもずっと低い周波数に変換して FM 変調せずにそのまま記録する方式。テープダビング時に色画質が劣化する欠点がある一方、輝度信号と色信号の相互干渉が低減するなどの利点がある。ありがとうございます。